した一日になりますけど、明日の夜皆さんぜひ楽しく安全にご一緒しましょう。よろしくお願いします。乾杯。乾杯。お願いします。お願いします。お願いします。最初、サイクリングロード走るんですけど、もしかしたら観光客の方とか多いかもしれないので、あの押して歩く場合もあります。登ってって下りが結構激坂です。なのでずっとブレーキしながら行こうと思うので、一回どこかで止まって休憩して冷まさないといけないので、でやっていこうと思います。で、三国峠下ったことありますか？ないです。激坂です。 28% とかあります。うわ、はい、28% あります。28% あるので、お尻しっかり引かないと転びます。なのでしっかりお尻引いて重心を後ろにして大丈夫です。はい、で走ってください。じゃあ行きましょうか。よろしくお願いします。向かって向かってます。左に、はい、国峠きついって言ってたじゃないですか。伊豆からここに戻ってくるときは、なんかその隣に箱なんとか峠みたいな、籠坂です。籠坂、籠坂の方が緩いです。籠坂から帰った方がいい、はい、そうです。了解です。ちょっと長めになりますけど、はい、あそこの三国に登るよりは全然いいです。全然いいです。本当ですか？やっぱ三国は結構きついと思う。三国に入ったら毎度しかないですよ。うわ、そうします。そこから手がやばいのでちょっと休めちゃう。なるほど、はい。じゃあオリンピックはここ登ってきました。マジっすか？アホみたいな激坂を奴らはすげえスピードで登ってくる。怖いですよね。すごい、ここ見えてね。でも絶対かい。ここ駿河湾、水が駿河湾、駿河湾の向こうに見えるのは伊豆半島、はい、あそこがゴールですね。
なんかタレと塩がどっちが人気ですか？もう好みでいいんじゃないですか？好み、好みですか？ご飯だとタレが多いっちゃ多いですね。じゃあタレにしよう。酒飲むと塩がいいな。あ、なるほど。すごい美味しそう。海底火山の集まりで、左側の山が海底火山で、右側の山が陸上火山。ちょっとここだと見づらいんですけど、であの辺ポコポコしてるじゃないですか、はい、これって海底火山時代のだから古い山で、それが隆起したものが、雨風にさらされて削れてったからああいう形をしてて、だから中国の昔話の山ってこう尖ってるやつが多いと思うんですけど、そういうのがこの辺は多い。お疲れ様です。ありがとうございます。ちょっと最後足引っ張っちゃったんですけど、いやだいぶ負荷かけてますからね。抵抗が大きいから。いやでも楽しかったです。ありがとうございます。タイヤだけで、はい、グラベルライダーなんで、ね、グラベルライダーですね。グラベルライダー。でもこれであのグラベルでも走れるっていう、ね、はい、僕もグラベル欲しいですよ。おすすめあったら教えてください。はい、ぜひぜひ。グラベルでも走れちゃう。そう。撮影者の方が多いってすごい大変でやってたんで、本当にすごいなと思いながらも、まあ無事終わってよかったと思いますので、ではまた乾杯したいと思います。じゃあ乾杯。乾杯。感想おめでとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。